給料上がる、給料上がるけど、民主主義の現状どういうふうに見てるかということやはりこの物価上昇を上回る賃金上昇、まずはやっぱり国民のあるような待遇を実現してもらうということは、これ、最低限のことだと思います。問題はですね、中小零細企業で働いている人たちの方が圧倒的に多いわけですから、こういう方々のですね、給料が上がる、しかもそれが物価上昇率をやっぱ超えて上がる環境ですね、一日も早く降っていかなければいけないし、同時に少しでもやっぱり可処分所得の減少をですね、止めていかなければいけない。トリガー条項の発動をはじめとする各種の減税措置やですね、電気代ガス代、そういう人に対する補助、こうしたもですね、政府として政策としてできる、あらゆる手段を講じてですね、少しでも可処分所得を増やしていくようなできる限りの政策を取っていくべきだというふうに考えています。